2番ディフェンダー坂本里穂です。プレーの特徴は予測からのボールダッシュや大きな展開力を得意としています。趣味はナノブロックを作ることで、こういうような世界遺産とかのナノブロックシリーズがあるんですけど、それを集めてコレクションしています。ファンサポーターの方々にはいつも熱い応援ありがとうございます。まだまだチームは成長段階ですが、どんどんみんなの共有できる部分も多くなっているので、これからもっと楽しいサッカーをお見せできるように頑張っていきたいと思います。読んで守って見つめて、ヒッケがへっこんでて茜が出ちゃったけど、ヒッケが先にアプローチしたのだ。